6月17日の金曜日になりましたけど、お疲れ様でございます。もう今週1週間も終わりですけど、皆様、いかがお過ごしでしょうか。ずっと言ってたんですけど、4月にね、浜松の方で、浜松市と聖霊クリストファー大学というところの、要望と援助によりまして、新しいね、パタカラの CD を作ったんですけども、どうなんやろう。ホームページに載ってるみたいなんで、ホームページのアドレスを書いておこうかな。CD もらえんのかな？わからへん。ちょっと見てみてください。学生さんがやってる、何？踊り、体操とかも載ってますので、よろしければ、ぜひ見ていただきたいなと思うんですけど、僕、老人ホームとか回ってね、おじいさん、おばあさんとこう接しながら、まあ、みんなそうね、なっていく、年老いたらですね、そうなっていくんで、こう見てたんですけど、普通ってやっぱりすごいなというかね、足が痛いとか、まあね、歩けなくなったりしてる方を見てたとね、まあ、いずれみんなどうにかならね、弱っていくんですけどと思うと、なんか全然違う感じの、体に感謝をね、するようになってたんですけど、まあ、それも今ね、この 坐骨神経痛で歩けへんようになってから余計感じるね。ありがとう、足とかさ。普通に戻りたい。ジョギングしたいってずっと思ってるんで。そんな思いで一曲バラードのね、ただ単にバラードを作ったんですけど、自分の歌に今自分が励まされてます。お疲れ様という歌でね。お疲れ様、俺の足。お疲れ様、俺の脊柱管、脊柱管とか思いながら。リハビリをして おります。なので今日はそんな、もう多分ここで流しても大丈夫なんで、そんな歌です。お疲れ様、今日も皆さんお疲れ様。この手も足腰も膝肩も本当ありがとう。触ったり動いたり上がったり、そして疲れたりできることできないこととか愛おしい。